田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃないボリューム493、3月12日のルノー、日産、三菱の3社4名会見アット横浜。駆け出しの大学院生が得意満面に研究発表するのを老練な大学教授が公開指導する時空だったって認識で OK と題してお届けをばいたします。皆様すでにご存知のように3月12日の日にですね、企業連合を組んでいるルノー株式会社、日産自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、この3社の代表者がですね共同会見を開きました。出席したのは、ミシュランの会長であるとともにですね、新たにルノーの会長に就任をしたジャン・ドミニクス・ナール氏、そしてルノーの CEO のティエリー・ボロレ氏、そして日産の CEO の斉川博人氏、また三菱自動車工業の会長兼 CEO の益子治氏、この4名が出席をしてですね、新たな会議体アライアンスオペレーティングボードを設立するのだというふうに述べました。でこのアライアンスオペレーティングボードの、議長にはですねジャン・ドミニクス・ナール氏が就任をすると。もうこれだけで明らかなんですね。だって見出しにもつけましたように3社4名であります。3社が対等である。よくですねこの内容を日本側から2人フランス側から2人だからイーブンだとおっしゃる方がいますが、議長を務めるのは、ルノーの CEO ではありませんが三菱自動車と、日産自動車とルノーの CEO3 人、そしてルノーの会長のジャン・ノビニク・スナール氏という、ご存知のようにミシュランの会長も兼務している方である。これだけで力関係は明らかなんですね。そして今回は株式の比率というような問題に関しては今話し合うことではないと、まあ今話し合うことではないというような明確な言い方でもなく、今回私たちは3社がよりそれぞれの持っているポテンシャルを発揮をして、よりこのまさにですねコネクティッドカーと呼ばれているようなケースと呼ばれる CASE と呼ばれる新しい時代において、より潜在的な能力を、3つの、企業の合同体によって発揮していくのだと。だから未来志向なんだということを、まあ、スナール氏は述べております。過去に関してどうでしたかというと、いや私はその頃はおりませんので、私はあくまでも未来志向を語るんですという。なかなかですね、後ほどこれはあのザ・ページが全部文字起こしをしてくれているので、本来的で言えばこのようなものはですね、東京地方検察庁特捜部から情報をおかし下げされてですね、ビジネスジェットをずっと単独で写していた朝日新聞あたりがですね、せめてもの責務として行うべきだと思うんですが、後ほどお話をいたしますが、私の知人でもあるですね、朝日新聞の大鹿康明、経済担当の記者はですねゴーンと呼び捨てにするとみんなから失笑を受けておりましたけども、まあミスターがつかなかったと。そしてもうあまりにもですねレベルの低いですね岡っ引きのような、今時ですねフラッシュやですねフライデーもより見識のある記事を書いている時に、朝日新聞が最も産経新聞と並んで見識を疑われるような質問をしたという方がいらっしゃいました。質問の内容に関しては後ほどまたお伝えをしてまいりますが、冒頭にですねスナール氏は大変に鋭いことを言ってるんですね、まあとにかく今日は特別な日なんだと言ってます。でも先ほど言ったように株式の具合は同じです。そして皆様後ほどご覧いただけると思いますが、後ろに出ていたロゴタイプ、このロゴタイプはですね今までのこういうようなマークなんでございますけども、そしてその下にはルノー日産三菱というふうに書いてあるわけなんでございます。順番がアイウェオで言えばですね、日産三菱ルノーのはずでございますし、アルファベット、まあフランスもアベースでアルファベットですから、アルファベットで
言ったならばですね、三菱、日産、ルノーの順番になるはずなんでございまして、でもこのルノー、日産、三菱の順番は変わりません。そして2名2名ではなくてですね、それぞれ各社1名ずつが出た上にルノーのジャン・ドミニク・スナール会長が議長を務めるということです。今回もう1点ですね、日産自動車の会長をルノー側はあえては求めないということでですね、大変に、素晴らしいと、日本日の丸復活とおっしゃってる方々がいましたけれども、まあ日産自動車はその取締役議長会議みたいなもの、名称なんでしたっけね、間違えると怒られてしまいますけれども、ガバナンス改善特別委員会というところで、まあ、この榊原貞之さん、元経団連の会長で、ご存知のように東レの方でございますけど、でこの方が、まあ、行っているという第三者委員会というのが第三者委員会になっていないというか、そしてしかもこの方がですね、この後ですね、日産自動車の、全体のですね、議長になられると、そして副議長に、ドミニク・スナール氏がなるということですから、これは私は本当にですね、なかなかフランスというよりもフランス政府がうんぬんなんて関係ないんです。フランス政府がもうルノーくらいしか会社がないから必死の思いだろうとか何とか言ってますけど、フランス政府とは関係ありませんと彼は言ってます。ちょっと彼の文章を読んでいくとですね、先日週刊文春に V 字回復はゴーン氏だけの功績ではないというふうに才川博人様が独占告白と言ってます。もちろんゴーン氏のだけの功績でないことは当たり前ですよ。車を開発する部門、車を製造する部門、車を宣伝する部門、車を営業する部門、そして各全国のディーラーの方、全世界のディーラーの方、その中にはですね、ゴーン氏との関係が取り沙汰されているサウジアラビアの方もいらっしゃるわけですし、その方が非常に努力をしたことでサウジアラビアでは日産車はダントツの売り上げで、他方でヨーロッパにおいてはヒュンダイやですね、キアよりも日産車は売れていないと、いうまた国内においても売り上げは車のメーカーで日本の車のメーカーの5位であり、そして営業利益率というものは車のメーカーの7位であるという形でございますから、ゴン氏だけの功績でない、当たり前の話です。でも別にそれは才川氏だけの功績でもないということで、こんな分かりきったトートロジーのようなことをおっしゃっていたわけですが、このやっぱスナールさんってのは、私はずっとあの NHK が報じた会見を見てて、先ほど言ったようにもう学校の先生が、大学の先生がですね、老練ってのは老解とは違いますから、熟達していると心の中を消してみせないと、この合意内容は将来的にアライアンスを決めるメドですと、で大きく組織を簡略化することにあります。組織を簡略化するんです。でもそれは同時に意思決定も簡略化していくということですよね。そうするとカルロス・ゴーン氏が行っていた意思決定の簡略化とは違う方法を行うよと。これに関しましてはですね、皆様ご存知 の、 あの中西さんという、私が非常に尊敬をしている中西隆樹さんという中西自動車産業リサーチ代表の方が、釈然としない会見と、ジャン・ドミニク・スナール氏の温和な笑顔の裏にある真意はということを日刊工業新聞のニュースイッチに書いておられました。大変短い文章ではございましたけれども、これはぜひ鋭い意見だなと思ってます。で彼ドミニクさんがですね、ドミニク・スナールさんが最初に言っていることは、90年代後半の、だって90年代って1999年の3月27日に当時の私もインタビューをした花輪義和日産自動車社長とですね、当時ルノーの会長であったですね、ルイ・シュバイツァー氏の間でアライアンスの締結が行われたわけですからね。そしてその時に日本の新聞は翌日全ての新聞が一面で日産ルノー傘下へと書いたわけです。現在このことをきちんと報じているのはあろうことかですね、私が2週に1回出ておりますアベマ的ニュースショーで、先日カルロス・ゴーン氏の変装問題ということを行った時にですね、他の新聞各紙がふざけてるなどとですね、毎日だの朝日が書いていたのに対して、日産ルノー傘下のと、ルノーの
親会社ルノーのという言い方を出してたんで、アベマ TV っていうのは意外と侮れないなと、なかなか鋭い書き手やですね、スタッフがいるという気がします。ですから90年代後半のアライアンスの精神を戻します。そしてそれは完全にバランスの取れた迅速な意思決定のプロセスですと言ってるんです。そしてそれぞれの会社の文化を尊重し、そしてブランドを尊重するという精神です。もう一回、何のことはない、ルイシュ・ワイツァー氏とですね、花輪義和さんが同じことを述べてるわけですから、そこに戻しますよということでしかないんです。ただ戻ることによってより果実が大きくなりますよと言ってるんです。で、この4名によるアライアンスボードは、この3社のアライアンスのオペレーション及びガバナンスを監督する唯一の機関となりますと述べてます。で、まあ、NMBP と、これは日産三菱 合同会社と、ここがなんか、使途不明なお金があるんじゃないかってことで、日産はもうやめるよと才川さんおっしゃったんですけど、なかなかこれずっと黙っていたですね、まあ、志向修さんは、まあ、これに関しても今後考えることですとおっしゃったんです。そして RNBV、 ルノー日産 BV というもの、これに関しては今後も続けますよと言ってるんです。まあ、朝日新聞の大鹿君がわけのわからない質問をしたりした後にですね、なかなか鋭いのがフランスのレゼコーもですね聞いているんですね。フランスのレゼコーが、いやちょっと待ってくださいと、これ本当にまずそれは残すのですかということに関してはですね、口をもごもごさせたわけではなくて、とても上手にまたスナル氏は喋っているので、ちょっと後で見てみたいと。で、まあ、これを行っていく上で、各社からメンバーを募って、それぞれのプロジェクトの、まあ、チームを作っていくと、それは当たり前の話ですね。で、もう一点はですね、今回皆さんがルノー側からに横浜の本社にまでやってきて、日産グローバル本社にやってきて会見をしたんだから、神戸を垂れてきたと思ってらっしゃる方がよくいらっしゃいます。これはですね、こういうふうにおっしゃってます。私どもは、まあ、そういうことを行うシンボルとしてに横浜に参りました。本当に今日ここに来れて大変嬉しく思ってます。この覚書を署名すること、大変嬉しく思います。皆さんのお手元にあると思います。まあ何項目かがあるんです、ちょっとこれ後です。で、象徴としてもう一言、数週間以内に私はイニシアチブを取って、つまりもうここでは柔らかい牙が出てるんですね、全てのそれぞれの会社のボードの方々にパリに集まっていただきまして、この覚書の内容について理解を深めてもらうだけでなく、このアライアンスの新たなスタートをお祝いしたいと思います。ですからその他の役員も今度はみんなフランスに行くんですよ。そしてそれは1999年3月27日からちょうど20年目の3月27日に行うということがすでに発表されているんですから、ここにおいても力関係は明らかであります、まあ、その後に才川さんがですねご発言をされたんですけれども、私よくわからないんだけど、非常に簡素化をしてかつ求心力を持って進めるシンプリファイである。で、ガバナンス改善特別委員会は今議論中で、これから答申をいただくので、でもまあ日産の会長を務めることをスナールさんがあえて求めないということなので、ありがたいことだみたいなことをおっしゃっていて、で、今にだ日産や取締役会の議長を榊原貞之さんがなさるんですよね。そして、その副議長をスナールさんがやると。で、才川さん自身は、今私が抱えている課題はアライアンスの安定化、ガバナンスの刷新、そして業績の安定化と3つある。まあ、アライアンスの安定化というところは、今までカルロス・ゴーン氏がいたり、あるいはルノーがあったり三菱があったりかもしれませんけど、日産社内のガバナンスの刷新と業績の安定化ってのは、これは今更お前言うっていうことかなという気もしております。その後に、まあ、益子さんはなかなか一見、益子さんもなかなか、まあ、日本としての良い意味でのですね、あのタヌキですね、
2016年10月に日産自動車と三菱自動車の戦略的資本提携が発足し、アライアンスに参加してからまだ2年程度と長いわけではないけれども、短期間のうちに三菱自動車はアライアンスから大きなことを学び、業績の回復につなげられた。ここに皆様に感謝を、ルノーと日産自動車に感謝を申し上げますってのことをおっしゃっております。でまあけれども、そのこのシナジーを出していく上では、その文化とか歴史が違うから、あのぜひ暴動のメンバーの責務なんだって述べてます。まあボロレさんは端的な話をされましたけど、さて質問、最初にあの大江さんが質問したんですね。テレビ東京の大江真理子さん、あのご存知のように、マネックス証券の松本大樹さん、私の友人ですが、と結婚されて、もうまあその後も大江真理子さんで、なかなか彼女一発目から鋭いことを言ったんです。将来的にはこの3社の経営統合に向かうためのステップの一つと捉えていいんでしょうかと。それに対して砂嵐はですね、そこには直接には答えないんです。日本の記者たちはですね、どうもイエスノーで答えてほしいって言って、私が知事で会見をする時もですね、ちゃんとイエスノーで答えないからって、イエスノーではないことを考えられるから、人間というのは決してファジーなのではなくてですね、その曖昧な部分というものに真理が宿るんですけどもね。砂嵐さんこういうふうに言ってます。将来というのはどれだけこのアライアンスが効率的に進められるかにかかっています。私はその将来は明るいと確信しています。そして大きな潜在力を発揮できると思っています。各社には潜在力があるからです。もうこれしか言ってないんですよ、早い話が。ですからその株式の話なんか言わない。才川さんはですね、まあなんか様々なオポチュニティを実現して、ヤッシーと石原慎太郎さんよりもカタカナいっぱい使ってるっていうことがよくお分かりになるかと思います。でも、それに対して大江さん食い下がりまして、1月に取材させていただいた時に、才川さんはアライアンスを将来的に見直すということも宿題だとおっしゃってましたけど、今どう思っていらっしゃいますか。すいません、私は将来的に見直すと言ったのはこういうことも含めて、具体的には今ティエリー・ボロレさんが言ったようにアライアンス、ここのところを動く、今ご質問の方はどこに、ごめんなさい、なんていうの、大江さんが見えなかったらしいんですね、お美しいのに。なんていうのかな、ごく最近この3年間くらい、やはりコンバージェンス出ましたよ、カタカナ、機能統合といって、やはり先ほど会議のレイヤーと言ってましたけど、ヤッシーが使ってるレイヤードヘア、バブル時代かよ、1980年に戻っちゃったよって感じでございますけど、そこに注力するあまり、本来プロジェクトとしてみんなが集中してやるべきことがなかなかできなかったという、もうまさに役人ですよね。機能統合とか、ほらなんかあの統治機構改革とか、選挙制度改革とか、そこじゃないだろうってことをスナルさんはずっと言ってるんだけども、才川さんは最後までそこだと、形だと、スナルさんが言ってるのはあり方だということを言ってるんですね。でにもかかわらず、彼はいわゆる外形的なところでの統合みたいなものにこだわって、エネルギーを使ってるよりはではなくて、むしろここにあるような監査化をして、本来やるべきミッションというものをお互いに確認して、それを進めていくという形にしたいと。で砂原さんは、でその後まあなんか NHK の人が聞くんですが、なんで日産の会長という形ではないんですかと言うと、いや私は日産の取締役に数週間以内になることを光栄に存じております。ですから日産の会長になろうとは思っておりません。なんか日本の政治家以上に、二階俊博さん以上にすごいな。私は取締役会副議長に適した候補者であると思っておりますそれで回答になってると思います。そりゃそうだよね。だってラーマーと呼ばれているですね、ご存知のように海底アライアンス基本合意書という、Restated Alliance Master Agreement というラーマという、これは残ると。そしてこの残る元でですね、3社4名からなるところの自分は、議長を務めるということですから、それは意思決定は明らかなんですね。ルノーは3月15日に、まあ、取締役会を行ったと、もうすでに終わりましたけど、ゴンさんが出席を求めてきた場合は、それは許可しますか、それとも断りますかというのに対して、スナール氏がですね、 CEO であるですね、ボロレ氏ではなくてスナール氏がすがさずマイクを、でもなかなかですね優雅に取って、
それは私が回答いたします。もしそのようなことになった場合、今はそうではないんですけれどもっていうのは、別にあのゴーン氏がルノーの取締役会に出たいというアクションをその段階では12日の段階では起こしてなかったということですからね。その時になったらお答えしたいと思います。私が今日回答するのは適していないと思います。今そういった状況にありませんので。これも確か西川博人様はゴン氏が保釈された時にですね、日本の記者たちがゴンさんが次の取締役会に出てくるという形になるとどうなりますかと言ったのに対して、それは出てくるという可能性はあるだろうみたいなことをおっしゃったというのは前回述べました。仮定の質問には答えられないと述べればよかったんですけどもね。ドイツのですねオートモチーブニュースのハンス・グレイメルさんという、ドイツかなオランダかな、なかなかこの人もなかなか大したもんですよ。オートモチーブニュースから参りました。確かにこれは新しいスタートという印象があります。西川さんこんなにニコニコしているなんて久しぶりですね。良いスタートを切られましたね。ではちょっと歴史についてお話ししたいと思います。経緯ですね、これはお二方フランス人のボロレさんとスナールさんへの質問です。ゴンさんが最近おっしゃっていたんですが、ゴンさんは逮捕前に完全合併を考えていた、いわゆるホールディング会社を作ると言っていたんですね。ルノーと日産の間で株式の持ち合い会社を作るということだったんですね。これは実際に逮捕前の方向性だったんでしょうか。2018年あたりのことなんですけれども、ルノーは未だにその戦略を念頭に置いてるでしょうか。念頭に置いていないんだったら何が変わったんですかっていうとですね、スナール氏が簡単に回答すると、私おりませんでしたから、ですから状況はその状況として直視をして、私は将来に目を向けているんですと述べています。なかなかこのオートモーティブニューズのハンス・グレイメルさんは、当時スナールさんはいらっしゃらなかったので、いらっしゃった方にお聞きしたいと思います。ボロレさんとサイカーさん、それぞれの理解についてお話しいただけますか。ボロレ氏、最終的にどのような会社にもプロジェクトというのがいろいろあるわけです。それらのプロジェクトというのは、もしかしたらある一定の過去にあった状況の中でプロジェクトは策定されたかと思いますが、今スナールさんがおっしゃったように将来に目を向けていますから、それが重要なところなんですねって答えなんです。でそうしたら すかさずスナールさんが、それで回答になっていると思いますけれども、ありがとうございましたと言ってしまって、なぜか横にいるサイカーさんはマイクを持とうとしなくて、司会者がでは奥の前の方というふうに言ってしまったという形で、質問2問までと言われたんで、まあこのオートモティブニュースの方もちょっと忖度したのかもしれません。次に日本経済新聞、後で日本経済新聞、私が非常に評価している岡田達也さんという証券部の方が質問するんですけども、伊藤さんというどういう方かなわからないんですけども、資本関係というものに関して、これ棚上げ先送りということなんでしょうかと、一切触れておりませんけれどもと、2年3年かけて数年かけていくんでしょうかと。でスナール氏と西川氏にっていうとですね、これが今日のポイントではありません。スナールさん、フランス政府は株主で、フランス政府は株主として私どもは尊重しております。ただルノーという会社、そして他のパートナー会社である日産と三菱自動車にも将来があります。基本的にもう一回言っておきますと、ルノーは親会社で、子会社が日産で、そして日産の子会社が今三菱自動車工業という形ですから、親会社、子会社、孫会社という形でも、それを一緒に水平統合の形で扱いますよというのが12日の会合だったということですね。そしてそのアライアンスというのは、その象徴の将来の象徴です、そこにですから集中しましょうって言って、スナールさん、まあいろいろおっしゃったんですけど、その後ですね、なんか西川さんは益子さんのおっしゃったことも同じなんですがと言いながら、スナールさんがおっしゃった通り、益子さんが言われたことも同じですけども、我々のアライアンスをやる価値というのは、ここにある原則でどれだけの成果を出していけるか、それがどれだけルノーを強くするか、あるいはどれだけ三菱さんを強くするか、どれだけ日産を強くするか、もうそれにかかっているんですねとか、なんかずっとこれは私本当に役人出身の知事の人とかのなんか会見にすごい似てるなという気がしますね。たくさんお話なんだけど、とってもコンクリートではない、抽象的と、スナール氏の場合にはですね、極めて簡潔に、まさにコンクリートでありながら、決して確信の部分には答えていないと
という形なんでございます。ですから砂嵐はまだ新しいスタートに立ったところでびっくりされると思いますよ。すごいスピードでこの時代を駆けの巡っていきますからって、本調かなっていう、まあまあで、まあそのアライアンスのこともどういうふうに議決していくんですかって言ってるんですね。つまり 2-2 で意見分かれちゃったりした場合にどうするんですか。私は非常にこのアライアンスボードのコンセンサスベースの仕組みははるかに効率的だと思ってるんです。他のルールやあるいは議決権とかよりもはるかに有効だと思ってます。これは確信があります。そして公正で、そしてバランスが取れていて、みんな同じ適切なレベルであれば絶対に機能します。私は議長になりますので、このアライアンスボードのという言葉を決して忘れずお話しですから、うまくいかなければ誰の責任なのかということが分かると思います。このテーブルに座ってる誰か、これを見れば絶対にそんなことはありませんこれはちゃんと証明しますと思ってました。東洋経済のですね、岸本圭司さんという、この方は私にですね、メールをよこして、ぜひ取材をさせていただきたい、動画でも撮りたいとおっしゃったんで、まずは私が書いた原稿とかを読んでちょうだいよ、あとあなたお手元にないだろうから、花輪義和さんに私が1999年にインタビューした原稿も PDF で、同時にお送りしますから、それを読みになった上で、具体的にどういう質問したいか、もう一回メールくださいと言ったら、その後パッタリメールが来ないまま、11月の逮捕の直後からですね、12、1、2、3、もう4ヶ月経つという大変に香ばしい記者の岸本圭司さん。ただまあ岸本さんはなかなか質問自体は、なぜルノー側が2人であるか、に日本側がフランス側が2名、日本側が2名というような感じでそのように人数にされたのかなと思ったんですけれども、ルノー側が2名である理由について教えてくださいというと、砂嵐が、フランスのまさにウィットですね、日本が強いからじゃないですか、だからフランスが2名出さないと、そういうふうに解釈してください。いやいや、これは素晴らしいバランスが取れた状況だと思います。本当に私もまあフランスの方、ファッション関係の方だったり、まあ政治関係の方だったり、幾人かお付き合いをしてきた方がいます。これすごいですね、本当にごもっともな質問だと思いますので、こちらの仲間の方から何か一言って、これ西川さんって言わない、西川さんって言わないで、こちらの仲間の方から何か一言つってマイク渡すと、大事なことはもちろんルノーの利益を代表する方で意見、それから三菱さんの意見、利益を代表する、そして日産とウィンウィンウィンの確認をしなくちゃいけないんですね。それと同時に、やはり持っているバックグラウンドからの様々なところから意見っていうことがありますから、それもそのバランスも必要だと思います。そういう意味では我々がここにいて、かつスナールさんを非常にフレッシュなリーダーとしてうんだらがんだらと書いてます。スナールさんはですね、この3社の CEO というのは直接オペレーションを統括している人間で、同じようなボードのメンバーになるということが重要なところです。私はもう会長でしかありませんか。すごいですね、ノーアルタか爪を隠すと。でもっとこれ BBC ニュース、この人もなかなか鋭かったんです。もちろん英語で質問してましたけども、 BBC ニュースから参りました。楽しいですね、ただいろいろな深刻な問題が過去数ヶ月間アライアンスで発生したと思います。昨年9月の取締役会でゴンさんの提案内容は、西川さん何だったんですか、そして西川さんはどうして反対したんですか。なかなか突っ込んできます。まあ、これに関してはまあご覧いただければ、ザページ無料で見れますので、うんだらかんだら意見の違いは確かにありました、それだけははっきり申し上げておきまして、なんか本当に責任逃れですよね。意見の違いがあった、それだけは申し上げておくってのは、さっき言ったその V 字回復はゴン氏だけの功績ではないって、私はしっかり体張ってやってたんだって、本当かなんで、まあ、その後に香ばしい、まあ、大鹿君の質問っていうのが出てくるんで、まあ、大鹿康君はまあ昔から私存じ上げてんだけど、どうしてこうなっちゃったのかなっていう、ゴン氏に関してどう思うんだと、ゴンの振る舞いについてどう思うのかって、スナールさんすごいですね。その後もまた言うんですけどね、私の人生で持っている信念というか原則があります。それは人への尊敬の念、2つ目が事実を尊重すること、3つ目は人を尊重し、人が実際に証拠が出ない限り無実だと考えていることです。ですから端的に言うと、私はこの3つの原則を尊重したいと思います。でそれに対してですね、もう質問として下手っぴよ大鹿君、
なんかゴンさんの振り回りを見てると、フランス側に日本側をちょっと軽視したというか、バカにしたというか、やや日本人を舐めてるんじゃないかというような印象を受けるんですが、産経や読売じゃないんだよ皆さん、これ花田やウィルじゃないんだよ、朝日を。やっぱり朝日新聞考えた方がいいよね本当に。論説主観、私よく存じ上げてますけども、砂田さん、そんな間違ってると思いますよ。あなたは、私そもそも過去には言わなかったに言いなかった人間ですから。ただそれまでフランス人が日本を否定的に見たことは決してありません。それはもう確信を持って申し上げます。本当か、エールフランスに乗った時の皆さんの記憶をいろいろ思い出してください。次に日経の岡田達也さん。岡田さんはですね、鋭い、これも端的に入ってたんです。ゴンさんの暴走を長年止められなかったのは、やはり才川さんに大きな責任があるんじゃないかということでして、スナルさんとして日産は法人として起訴もされてますし、その辺の経営責任をどう考えてらっしゃるのか、そこがはっきりしないと、やはりアライアンスを今後推進していくことにならないんじゃないでしょうか。これは日本経済新聞の論説も述べていることですし、フィナンシャルタイムズもウォールストリートジャーナルもですね、述べていることなんですね。で、スナールさんは同じこと、私は判事ではありませんと、はるかに重要なのは将来に目を向けることです、私はビジネスマンとして経験を積んできたので、こんな様々な文化を、これがこのアライアンスが実際に約束した通りのことをできれば、もう世界には比類なき組織になります。さまざまな文化を、日本とフランスの文化を混ぜ合わせるなんてなかったことです。クレオールをですね、東洋の地で作ろうという、ニューオーリンズになるということでございますね。日経新聞、岡田さん、もう一つ、まあその先ほどのケースですね、 CASE コネクティドだとか 全自動運転だとか、こういう逆がなく中ではどうなりますかね。ボロレさんが、まあクリオ5、クリオ3区を発表したんで、これは我々のすごい商品でと。でそれに対して、まあ才川さんもはもう従来のブランディングと全く違いますから、モビリティサービスの世界にいて、なんかこの強いマーケティングで成長していくとか、なんかすごくこういうお話ばっかりを今。テレ朝のですね、報道ステーションの平石直之さん、彼もですね、なかなかいい質問しました。で、この先、アライアンスの先のステップ、障壁を取り除いていきたいというお話でしたと。この先の新たなステップというのは具体的に何を指しますか？ルノーとしては経営統合を視野に入れた動きと捉えていいんでしょうか？それに対して、スナール氏は、本件は資本構成とは全く関係ありません。これはとにかく早く進める機敏性を上げて、今よりも効率性を上げるということですというふうに述べてるんですね。潜在力はすごくあるんですよと。でもう一個ですね、平石さん食い下がりまして、才川さんに、このようなあなたがおっしゃるこのような過度な権力の集中が生まれたと。だけども弘中純一郎弁護士は、今回の件についてはいずれも10年以上も前の話で、当時の経営幹部は把握していた話だと。これに対してどういうふうにお考えなのか、そしてなぜここまでの過度な権力の集中が生まれたのか。すなわち、この質問はやはり過去の話です。私はボードの議長ですから将来に目を置きます。才川さん、よくわけわかんないことになる。レポーティングラインを一つにするということにかなり注力をしてきたので、注力をしてきたんだけれども、そうじゃねえこともコントやりたいとか言って、ほとんど何も答えてません。すなわち、はなかなかここがまたですね、日本にも受ける、従業員が幸せでそれが正しい方向だと思ってくれば、もう将来は目に見えてくることなんです。非常に才能豊かな従業員が揃ってます。私はその人たちの力を引き出したいというようなことを述べてるんですね。でそして最後にですね、フランスのレゼコ、経済新聞、ここの東京支局、なんで RNBV は残すんですか、そんなに役に立たないしトリッキーなんじゃないんですか。 MMBV についてはつながるし、日産と三菱の間のことです。RNBV というのは全体のラマに関わることですのに、ラマに関して話す時期ではありません。ラマは存続しております。このラマというのは皆さんもご存知のですね、海底アライアンス基本合意書、先ほど申し上げたね、これは全部の項目が公表されていないんですね。公表されていないこの部分が残っていく。そして才川氏はこれを公表しましょうという話にも持っていかないということになるとですね、多分益子さんもあれ、BV、ルノー日産のこちらの方のはわからない。そして今回申し上げたように4人が握手をしているところの、ロゴタイプもルノーから始まっていると。
そして3月の27日には全員がパリに集まって提携20周年のお祝いをするということになると、もう一回、ルイ・シュバイツァー氏と花輪義和氏のところに振り出しに戻る。そして振り出しからジャン・ドミニク・スナール氏がどのように牙を隠しながら、でも決してその牙は本来的に言えばですね、このらの会社に働いてたり、この会社の車を愛していたり、そのディーラーで働いてる人にとっての幸せは作ると述べてるわけですから、返す返すもですね、資本構成という資本の論理からして新自由主義を認める認めない以前の問題として、日産自動車はこれは日の丸の企業ではないという形でありますから、そしてそれをまさに、日本の不平等条約の小村寿太郎のようにですね、才川弘俊もその前の志賀俊之氏もですね、5億円8億円というお給料をもらいながら、そこに関してルノー側とラマの内容も含めてお話をするということはなかったんですから、まあもともと勝負はあって、このような形の中でですね、スナール氏がニコニコとお答えになった。その意味ではまさに、中西さんがおっしゃっているですね、その笑いの真意はというところで止めてらっしゃいますけど、それはですね、なんか井上久夫さんのようにですね、ちょっとよくわからないことをおっしゃっている方よりははるかに鋭い今後を暗示しているなという感じがします。ということでですね、なんとまた35分、皆様がお読みになるよりもこうやって聞いていれば、この4名の方の会見の内容がよくわかる。いずれにしても私、あの会見をですね、 NHK の、生放送で見ていて、皆様にもお伝えしたように書きました。ジャン・ノミニク・スナール氏、才川弘俊、2人の CPU と OS が月とすっぽんと痛感の3社4名合同会見というふうに書いて、グッドジョブ質問者テレ東、大江真理子ちゃん、日経岡田達也ちゃん、テレ朝平石直之ちゃん、バッドジョブ質問者朝日大鹿や安明ちゃん、継承略というふうに書いたツイートをもう一回リツイートしておきますので、その下にこの番組を貼り付けますので、どうぞご覧になってみてくださいませ。おしまいで、まあもう一個、で多分ですね、3月8日に日産自動車の、臨時と、株主総会がありますから、まあ今のところ、まあその弘中さんは何もおっしゃっておりませんけれども、まあ多分カルロス・ゴンさんはですね、その後に会見をされるということではないかなと思います。で、まあご存知のように三菱自動車は3月26日の会見に、取締役会にはもちろん日産とうちは状況が違うと、日産と同じことをできるわけではない、その必要もないと、ゴン前会長が取締役会の出席を26日に求めたら、ノーとは言わないと三菱自動車の首脳は述べたということをですね、なぜか朝日新聞が書いておりました。ということで、まあおそらく日産の問題に関しては、3月8日以降、カルロス・ゴン氏の会見というところに私も出席をさせていただいてですね、手を挙げて指名されればですね、質問をいたしますので、それを踏まえてお届けをいたしたいと思います。またサンデー毎日の方ではですね、郷原信夫さんとお話をする中で、以前にカジノの問題に関して、横浜の、幸運協会の会長の藤木幸夫さんとお話ししたのと同じような形で、皆様のもとにですね、今後またこの問題がはらむものということをお伝えできるかと思います。